ジャズ喫茶バリエレラのおいちゃんです。こんにちは、皆さんお元気ですか。今日はですね、ヨーロッパのジャズをお届けします。お待ちください。はい、始まりました。今日お届けするレコードはですね、こちらになります。ありますね、ポーリッシュジャズ、ポーランドジャズですね。もうこれはですね、有名なレコードです。で、レコードタイトルはですね、ここにあります、アスティグマティック。それで主人公はですね、奇才と言われるクシシュトフ・コメダという人です。もうピアニストであり作曲家であります。そうですね、もうヨーロッパジャズの金字塔の一つですね。1965年です。それでこのクシシュトフ・コメダという人はですね、まあ、クラシックのもちろん素養があります。それから映画音楽を手掛けてたんですね。有名なところではですね、ロマン・ポランスキーさん、ポランスキーはポーランド人ですよね。で、彼の水の中のナイフとかですね、あと、ハリウッド映画でローズマリーの赤ちゃんってありましたけど、ローズマリーの赤ちゃんの映画を担当したのもこのクシシュトフ・コメダです。はい、あとバレエ音楽なんかも彼は手掛けてました。もう本当に風貌もですね、かっこいいんですよ。そう、もう本当にこの今聴いていただければ分かりますけど、飛び澄まされた感じ。そうですね、なんていうか、この疾走感といいますか、もうフリーとかモードとかですね、そういったものも消化してて、この曲もですね、実は映画の音楽なんですね。スウェーデン映画のカトルナっていう、英語で言うとザ・キャッツっていう、ザ・カトルナっていう映画の曲なんですね。で、曲もカトルナっていう曲です。この表題のアスティグマティックは A 面全面にわたってアスティグマ1曲なんですね。で、B 面に2曲入ってて、その B 面の1曲目にこのカトルナっていう彼が作曲した A 音楽今お届けしてますけど、これがもうなんとも、このレコードは本当にすごいですよ。済まされた感じが。それでこのコメダに限らずですね、あとトランペットも今聞こえてきますけど、トマス・スタンコとかですね、あとダミロフスキーというアルトサックス奏者、ここら辺もすごいんですね。もうこれはぜひ、何かの機会でですね、聴いていただければと思います。はい、といったことでぜひヨーロッパジャズの金字塔、コメダのアスティグマティック、ぜひ皆さん覚えていただければと思います。バリエラのおーちゃんでした。ジャズはいいよ。